ダチアダスターは、ルノー傘下のルーマニアの自動車メーカー、ダチアが製造、販売するクロスオーバー SUV である。ルノーグループの低価格世界戦略車種であり、ヨーロッパ以外の地域、また、ロシアやウクライナなどでは、エンブレムとグリルが変更されて、ルノーダスターとして販売される。また、インドでは2013年8月20日に、日産自動車が姉妹車をテラノとして発表した。 2009年12月8日にダチアブランドの6番目の車種として発表され、2010年春からルーマニアなど欧州主要国で販売開始。メカニズムに関しては日産 B プラットフォームをベースとした B レイプラットフォームが採用され、H4M 型1.6リットルガソーリンエンジン、もしくは2種類の KQK 型1.5リットルディーゼルエンジンを用意。なお、 ディーゼルの 85HP の 2WD 車は CO2 排出量1 4 0ートル以下という環境性能を実現している。4WD システムは日産エクストレールやルノーコレオスなどと同じオールモード 44i を採用。ボディサイズは全長4310全幅 1820mm とし最低地上高は 200mm 以上。 アプローチアングルは30度、デパーチャーアングルは35度以上を確保することで、走破性を高めている。過失に関しては、容量は475リットルで、リアシートを折りたためば、最大1600リットルにまで拡大される。ダスターの生産は、ルーマニア、ブラジル、コロンビア、インド、ロシアの各工場にて行われ、インドよびロシア市場向けでは、ダスターの姉妹車。 日産、テラノが生産されている。2013年に1から5月期において、ダスターは155,729台が販売され、ルノー、ダチアの最良反射種となっている。2015年6月にブエノスアイレスモーターショーで、ダスター派生者として、中型ピックアップのダスターオロチが発表された。なお、ロシア、ブラジル、インド仕様のキャプチャーは、当社をベースに開発されている。 ルノーダスター2011年6月、ブエノスアイレスモーターショーで、ルノーダスターのラテンアメリカ仕様が公開され、ブラジルでは同年10月に発売が開始された。同国では警察車両にも採用されている。インドでは2012年7月4日にルノーダスターが発売開始された。販売は好調で、2013年3月にはマヒンドラマヒンドラのスコーピオを抜いて、 SUV セグメントでのベストセラーになった。ロシアでは、ルノーダスターは2012年10月以降 SUV のベストセラーとなっており、2013年7月16日には、モスクワ工場での累計生産台数が10万台を突破した。ダスターはまた、右ハンドル圏のイギリス及びアイルランド未進出であった、ダチアブランド上陸第一弾車種でもある。 イギリスでは2012年6月28日から予約受注を開始。7月15日にはアイルランド投入も発表され、翌2013年をはじめからサンデルと共にデリバリーが開始された。2017年9月にフランクフルトモーターショーで2代目が初公開され、ルーマニアでは同年末にウェブサイト限定で予約販売を実施。 他の欧州各国では2018年初頭から順次販売が開始された。プラットフォームは初代からキャリーオーバーされている。ダスターレース仕様を2009年11月17日、市販仕様発表に先駆けて、ダスターの表情レース仕様を初公開した。ドライバーには元、と、第1ドライバーのアランプロストを起用し、2010年シーズンのアンドロストロフィーに、 ダスターで参戦すると発表。ただし、市販型と違って 350PS までスープアップした日産製の VQ30 でをミッドシップに搭載。なお、同社の開発はルノースポールが担当している。ダスターで2009から2010年のシーズンに参戦したプロストは総合優勝こそ逃したが2位を獲得し、仕上げ時間が足りなかったとしながらも、 ラスターのポテンシャルの高さを評価した。なお、3位には同じ元、下1ドライバーのオリビー・パニスが、シュコダ・ファビアで入賞している。なお、プロストは2012から2013年シーズンに、ロッチー・イグレースで参戦し、近年の優勝の常連であるジャン・フィリップ・デーローを抑え、2008から2009年シーズンに、トヨタ・ウォリスで参戦以来の優勝を達成している。ありがとうございます。